退職して3年、無職、50歳、独身、ピラヤンです。3年ほど前、会社を退職しまして、今日までアルバイトもせずに、ずっと貯金を切り崩して生活してます。ご飯なかったわ。ご飯なかったな。今日は大盛りです。え、これ何分やったっけ。前回の動画の最後の方でですね、ちらっとここら辺かな、ちょっと出したんですけど、預金残高発表していきます。本日の残高を発表します。残り1,119,4,972円です。昼間食べたソーセージの買った分までが前回の残高になってます。今回は晩飯のカレーと3時のやつのケーキの分だけしか使ってないです。はい、まあもうすぐちょっとカードの支払いとかがあってちょっと怖いんですけど、まだ1年ぐらいは大丈夫かな。それじゃあもうちょっと動画の編集してから寝ます。じゃあ皆さんおやすみなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。ピラヤンでした。